ルヌランは、フランス人で、現代的なパラシュートの発明者である。水素気球の発明者、ジャック・シャルルの弟子であった。パリ生まれ。ナポレオン戦争の初期に、イギリス軍に捕まり、オーストリア軍に引き渡されて、ハンガリーのブダで3年間の捕虜生活を送る。その間に、脱走の目的でパラシュートを構想した。解放されると、熱気球の飛行に熱中した。 1790年に自ら製作した熱気球で飛行。1797年10月22日、パリにて、絹製のパラシュートを使い、約900メートルの高度にある気球から初めて飛び降りた。着地時には衝撃があったものの、当人は無傷であった。ただし彼のパラシュートは長部に穴がなかったので、気流の流れによって危険な横揺れを起こした。 当然、着地した、彼は、気分が悪かったという。天文学者、ジェローム・ラランドの助言により改良が行われた。妻のジャンヌ・ジュヌ・ビエーブ・ガルヌランや目のエリザも、落下山での降下を体験した。ジャンヌは、パラシュート降下をした、史上初の女性である。ガルヌラン夫婦は、アミアンの和訳による、平和期に、イングランドに赴き、ロンドンで、パラシュート降下を実演している。 この行為は以下のようなバラッドに歌われた。同年7月5日には水彩画家エドワード H ロッカーを同乗させて飛行。しかし、普通、英関係が悪化したため帰国した。ガルヌランは気球による長距離飛行も行っている。1803年の10月3日から4日にかけ、モスクワポローバ間の3 0 0トルを飛行。 1807年11月22日から翌日にかけてはパリからクラウゼンの3 9 5トルを飛行した。その後パリで新しい気球を作っている際、現場の事故で死亡した。ガルヌランは1804年ナポレオンの体感記念の祭りにおいて3000個のランプで飾り付けられた無人気球を飛ばした。 この気球は予想外の風に流されてローマまで飛んで行き、暴君、ネロの墓に衝突したという。新聞の皮肉な報道に煽られた、ナポレオンの怒りは、ガルムラインに向かったという。A.B. レナード・コットレル、気球の歴史 P94 by ギャレット・ソデン、ディファイング,グラビティ、ラントダイバーズ、ローラーコースターズ、グラビティ・バムズ、アンド。ザ。 human obsession with f ン l i n g w w ノ n o t カ n c o m p a n y ピアニッシモ21から 22http://books.google.com/books ススララッッシシュスラッシ id イコール b4k-larfxe, kc&, ピコグラムイコール pa18&dq イコール、ガーナリン a イコールイチ歳イワ祝いにナブジニにークパ21 M12009 年2月24日閲覧。コットレル、気球の歴史 p 9 6コットレル、気球の歴史 p 9 7ハット。フライツ・オブ・ファンシー。コットレル、気球の歴史 p 1 0 0ソフィー・ブランシャール単独での活動を参照。ありがとうございます。